皆様、こんにちは、こんばんは、おはようございます。エブリーです。今回はですね、嘘伝ではなく本当伝に乗ってきた動画をお送りいたします。まあ、これって一体どういう意味かっていうとですね、まあ、言葉の通りでございます。まあ、なんと言いますかですね、まあ、嘘伝のように見えるんだけど本当に走ってる列車のことですね。じゃあその列車をちょっと見てみましょうか。はい、実はこれですね。はい、まあ、見た目は嘘伝に見えますけども、まあ、これは実際に走ってる列車です。はい、まあ、ヘッドマークもついてますからね。で、行き先も表示されてますし、まあ、今何やったりてるんですけども、まあ、我孫子までね走るので、まあ、その列車に今回はね乗車したいと思います。はい、まあ、この色はあれですね、まあ、総武快速線とかにも走ってるのはね、まあ、一見一般人とか間違いそうですね。まあ、鉄道が好きな人だったらわざと間違えて乗るっていうのもあるかもしれませんけど、まあ、私はもうこの列車に乗るために、まあ、ここまでね、はるばる来たので、まあ、この列車にですね、乗車したいと思います。それでは乗ってみましょう。写真を撮っていた方が車内に荷物を忘れたそうなので、ちょっとドアを開けさせていただきます。ちょうどドアが開きます。列車遅れまして申し訳ございません。ドアが閉まります。
The next station is Asuki. The doors on the left side will open. はい、我孫子駅に到着いたしました。今回の感想としてはですね、普通の E231 系と同じでしたね。車体がですね、まあちょっと変えたぐらいっていうような感じであって、まあ中身まではそんな変わってないっていうような、そんな感じでございます。はい、まあそんな感じでしょうかね。それではですね、今回の動画は以上となります。もしよろしければチャンネル登録、高評価していただけると幸いでございます。それではご視聴ありがとうございました。